この動画内に、設計、管理、建築家を軽視するような、表現が一部出てきますが、あくまで分業の結果であり、決して設計、管理、建築家を貶めるような、意図はないことを申し上げておきます。はい、ドーン、大阪万博に関する話をしていくよ。あくまでも主の、個人の感想ですってやつだな。今日は、とある建築家の発言を考えるよ。まず、建築家の役割を見ていくよ。工事に関わる立場は3つあって、主に、施主、設計管理、施工の3つになるんだ。施主はお金を出して工事を依頼する人、つまりお客さんだな。施工は施工会社、つまり建設業者だ。実際に工事を行う人だな。残る設計管理が建築家の仕事になるよ。設計と管理は別の仕事で、設計だけ、管理だけをお願いするケースもあるよ。簡単に言えば、設計は図面を描く仕事だな。お客さんの要望を聞いて、それを形にするための設計図を描くんだ。その設計図を見ながら、建設業者が建物を建てるんだな。管理というのは、設計図通りに建物が作られているか、点検、検査をする仕事だぜ。お客さんに代わって専門知識を活かし、建物の出来上がりを点検する仕事だな。建築業者側の管理、つまり施工管理とは別だよ。施工管理は工期に間に合うか、安全に作業してるか、仕上がりは綺麗か、工事の予算がオーバーしないか、そのあたりを管理するんだ。管理、施工管理、事務官と官で違うしな。人ややこしいが、別物だぜ。ちなみに建設会社にも建築士の資格持ちがいるから、建設会社で設計もできるぜ。公平性というか、お客さん側の視点に立った、点検する目があった方がいいから、建設会社とは別に、管理を頼むんだ。建設会社側も当然、点検や検査をするが、あくまで施工側の検査だから、お客さんの視点で検査する人がいれば、お客さんも安心するぜ。さて、ざっくり説明したところで、ある建築家のコメントを書き出すよ。どうしたら地域社会がお互いに、助け合うような社会を、作っていけるのか。我々自身がそういうモデルに、なれるような住宅を作っていきたい。ここでナレーションが入り、一世帯で一軒の家に住むようになって、プライバシーが尊重される一方で、虐待など、閉ざされた空間の中で、起きる問題が深刻化している、と、語ってるよ。続いて、隣近所の人たちが助けられるような、住宅のプランニングになってないです。その典型的なのは超高層マンションで、外との関係は一切作れないように、している。なので、この方が作る建物は、人々が集い、交流する機会が、増える工夫がされた建物を作っている、とナレーションが入っている。で、ここで、建築家が社会から、信頼を失っているのではないか、という、問題提起に入り、例えば、万博と、なぜか、急に万博の話になるんだ。あれほどひどい計画は、建築家から見たらありえないと、思うんですね。日常生活を阻害するような施設がカジノ、社会貢献をすることを前提にしている、博覧会、に対して、明らかにカジノのための万博に、なっていると思う。この部分が割と一人歩きしてるような、印象を、主は受けているんだけど、続きがあるんだよね。そこに対して、建築家集団は、何も言わない。御用聞きのように建築を作るのは、建築家の仕事ではないです。とまあ、こんな発言だったんだけど、主は割といい印象を持ったよ。それと同時に、ほら、有名な建築家だって、万博はダメだって言ってるじゃんってのは、少し違うと思ったぜ。建築家ってのは、自身の主義主張を、図面というか建物で、表現する人たちで、その主張はインタビュー前半で語られているね。で、万博の話になるんだけど、この方が嫌がってるのは IR で、そのための万博になってるのはいかんけど、もっといかんのはそれを見て、何も言わない建築家たちだ、と。建築家にダメ出ししてるんだよね。なので、ほら建築家も万博ダメだって、言ってるってのは、マスコミの切り抜き方に問題あると思うよ。まあ、IR のための万博を作ってるんだから、IR のための万博になるだろうよ、とは思ったけどな。主は設計やったことないからわからんが、実績もない若いうちから、仕事に主義主張を入れるのは、
なかなか難しいとは思ったな。あとはこの方、語尾が思いますなんだよね。一人の建築家としての意見ですが、ってことだから、その枠から出ない範囲で、問題提起をして意見を言う姿勢は、好感を持てたね。まあ正直、施工側からすれば普段は、設計は現場わかってねえどうやって作るんだこれ、みたいな印象だからな。きっと設計側も同じようなこと、現場に対して思ってるだろうね。でも、それでいいんだと思う。足の引っ張り合いじゃなくて、お互いにいい緊張感の中で、お互いが仕事の責任を果たせれば、いい仕事になると思うよ。まあ現実はなかなか、そう綺麗にいかないけどな。今日はとある建築家さんの、発言について考えてみたよ。まあ建築家もそれぞれ考え方があるから、どっちが正しいとかの話では、ないような気がするな。